困難救助隊の初代隊長の黒田翔です。困難救助隊は結婚したいのに結婚できない人がいるっていう、この不平等不公平をですね、なんとか改善していただいて、結婚したい人は結婚できるように、特にですね、私自身のこの立場も含めますと、まあ年の差婚ですね。例えば、まあ今55歳ですけど、私55歳の人と40歳の人が結婚しても子供も生まれる可能性があるんですよね。そういったものからすると、この少子化っていう日本のこの、ドハマりしてしまった状況を、一つ改善する、今まで、いろんな努力はしてみても結婚したくても結婚できずに、まあ、相手のいることで、その相手の問題も重要なんですけども、そこら辺がこう結婚できない、孤独死、そういった大変な問題になってくるんですね。あと少子化ね、そういった問題をちょっと訴えてるんですが、まあいろんなこう雑談の中からそういったものが、またそういった主張が垣間見られればいいなという感じでいろんなことを喋ってるんですけどね。今日はですね、2022年のですね、令和4年の6月の20日になってしまいましたね。6月もね、非常にこの今10時前後なんですけど、今まで曇ってたんですが、10時前くらいになって、これをちょっと録画始めようって言った途端にっていうことも変ですけど、お日様が見えてきまして、今のこれ見えないかな、ちょっと映ってるかどうかわかんないですけど、100ワットマックスの太陽光パネルですね、それがですね、ポータブル電源にくっつけてるんですけど、夏の最高潮の時は60ワット以上出てたと思いますが、今20ワットちょっとなりましたね。あ、これがね、これがちょっとお待ちくださいね。これもね、おかしな話で、全世界にこうやって放映してるのに、郵便屋さんが来たらですね、こう隠れてしまうというちょっと変な、堂々と郵便屋さんにもね、この姿を見せてね、誰か紹介してくれって言えばいいんですけどね、ダメなんですよ。昨日ね、那須川天心がね、タケルと、あれもね、まあすごい、まあ何ですか、 PPV じゃなくて、なんて言いました、有料制にしたんですね、あれね。で、相当な数の人が集まって、お金持ちは高い金払って前の席、よく見える席とかね。そんで、まあネットでも有料で、アメーバの会社がやったんですかね、何つったっけな、ファーストリテイリングじゃなくて全然違うか、あ、全然違うこともないか、なんだっけな、会社の名称は忘れましたけどね、渋谷で働く社長のね、なんだっけな、忘れましたね、アメーバで、なぜかね、アベマ TV ってね、何の由来なんでしょうかね、まだ調べてないですけどね、変だなと思いながら、それでなんか5500円だったんですかね、私はちょっと550円だったら考えたかな、それもちょっとそういうね、けしからんやつなんですけど、だけど終わった途端にですね、 YouTube で、那須川天心対タケルね、雷神と K-1 ですか、7年前からこう言われてた、どっちが強いか、最強対決みたいなことを終わったらすぐ YouTube で流れちゃいましたね。でもそれでもそのリアルというね、同時の時間というのも変ですね。睡眠で眠るみたいな、違うな、食欲が食べるじゃなくて、違うな、ちょっと違いますけど、馬の耳に念仏じゃなくて、違うな、馬の馬力みたいなね、まあなんだかわかんないですけどもね、いや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 、
那須川天心がね、勝ちましたけどね、今度はボクシングになっていくってね、私はね、なんだかあれ見ちゃったんですよね。ちょっと検索したら最初にあの頃に渡嘉敷さんね、渡嘉ちゃんとね、あとじゃあのね、なかなか波乱なガチンコファイトクラブ竹原さんとね、竹原慎二さん、あと畑ですね、畠山だっけ、畠、あのね、すごいですよね、なんだな、2時間でドラマのね、とかもやってましたね。畠山正憲だっけ、まあ、畠と竹原さんはね、仲いいんですよね、一緒にジムやったりしてたんでしょうね。そこになぜかトカちゃんがね、3人でこの、で見えないんですけどね、それを見ながらね、私には見えないんですけど、まあラジオの実況みたいにコメントとねやるわけですよ。でそれで渡嘉敷さんがね、途中でなんだか最後の頃泣いちゃいましてですね、感動しちゃって、どうしたんですか渡嘉敷さん、ボクシングでも泣かないのにこの試合で泣いちゃって、だって頑張ってならないもん、お前がなくていろんなことがあって頑張れるなとか言ったら、そのなんかこう右側にね、見てる人のあれが流れんですよ、名前とニックネームが多いですけど、ほとんどニックネームですけど、こうコメントがね、短いコメントがですよね、トカちゃん、トカちゃんって、トカちゃんの方が人気出ちゃってました、最後にそんな感じでなんか見てたんですけど、ではっきり言わないんですけど、はっきり言っちゃったらね、分かっちゃいますからね、はっきり言わないんですけど、なんとなく那須川天心が勝ったように分かってね、その後すぐ YouTube でアップされちゃうんですね。だけどそのまあもともとあれでしょ、ライジン側のなんだか偉い人がね、なんだか裏のね、裏の時間の時間の時間の裏のね、なんだかこの人たちがね、なんだかなんだか分かんないですけど、なんでそんでフジテレビがね、なんか放映予定が放映しなくなっちゃってるっていうね、まあいろいろあるんじゃないですかね、これね、なんかこのでもね、ネットでもまあでも稼いじゃったのはアメーバの なんていうかファーストリテイリングだって、それは言っただろうって、なんだっけな、なんか言いましたよね、なんて会社だったの、渋谷のね働く社長、ダメです、ダメです。これ以上の思い出しができません。ですね、あと日本ハムね、ロッテ3連敗しちゃいましたけど、その中でもまあね、ビッグボスはじめまあね、誰のアイデアか分かりませんが、大阪桐蔭のね、垣見投手ね、ちょっと出遅れましたけどね、他のね、吉田輝星とかね、万波中正とか野村勇希、同期のね人たちとこう比べて出遅れましたが、新庄監督ビッグボスがねこう出しましたところ、1回ずつですが2試合0点に抑えて、これ2軍でもこう日本ハムはなんかビッグチームとボスチームでしたっけ、なんか分かんないですけど忘れちゃいましたけど、名前変えてんですけどね、1軍2軍と言わないと、なんかそっちでもねすごい防御率がなんか10点以上ですか、すごい12点とか打たれちゃってたのに、そんでもなんかこう出してみたところ、本番強いのか、気力で投げちゃったのか、ロッテのね大阪桐蔭でね、根尾藤原垣見もう一人ね、4人同一チームからこう同年代から高校4人ドラフトで入っちゃったというすごい大阪桐蔭のね、もう上昇大阪桐蔭みたいな時のね、この垣見投手、連投手、藤原選手、まさに大阪桐蔭対決、なんか内野フライに仕留めちゃいましたね。まあ第1回目こう、まあ、オープン戦かなんかでやったとか書いてあったかな、なんか、ね、新聞か
まあ課金投資の価値で、ね、ということです。なんかねロッテのすごい外国人のねダイビング経験者ですか分かんないですけどすごいバッターをね三振取っちゃったの、ね、それはいつだったか忘れました。分かんなくなっちゃった。なんかごっちゃごちゃして分かんなくなっちゃったんですけど、とにかくちょっと日本ハムね残念ながら3連敗しちゃいましたけど、ただ明日秋田県でね吉田輝星を凱旋先発させるっていうねビッグボスすごいですね。日本ハムのその企画力ね随所にやってますよね、うん、もっとやってますよね。いろんな人を帝京魂4人をね日本ハムの4人の選手をねその第2戦にはこう出しましたりね、うん、そうです、うん、であとなんか柿木と氷捕手だとか柿氷かとかね、うん、詳しいファンの皆様はね私に教えてくれましたけどね、うん、教えてくれましたというより流れてくんですけど、それがね教わってるわけじゃないですか、この質問してるわけじゃないんですけど教わっちゃうんですねこれね、うん、まあそんな、なんかスポーツは本当にね魔力、魅力、麻薬、魅薬、美薬、わかんないですけどスポーツ見ちゃうとね、非常に時間がね本当それだけ魅力があって、まあ、うん、それだけ時間をね人々がね、お金も時間も払って使ってね見てしまうわけですよ、うん、私はちょっとドライな面があるんで計算高い面があるから実地に見にはいかないんですけどね、うん、でたまにはねこのダイジェストとかね最後だけ見るとかね姑息な手段を使うんですけどね、その熱中してるね球場まで運んでしまう足をね運んでしまう方から見ると姑息なんですけど、うん、でもそれでもで中でもね清宮が心配でね、清宮幸太郎がねでも4打数1安打で2割4分8厘この頃2割5分切っちゃいましたけど、まだでも4打数1安打を起点にねそれ以上頑張ってほしいですね、うん、野村勇輝はねまた3割超えましたね、うんうん、まあ、うん、でこれタイトルにするにはちょっとやっぱりドラマなんですよ。ドラマをねタイトルにするために語ってますけど、これも姑息なんですけど、2005年のパートタイム裁判官という水谷豊主演、床島よし子が夫婦役なんですね。床島よし子って言えば、まあ現在57歳、2年前2020年結婚しまして、だ55歳くらいで結婚したんですよね、うん、まあ年の差婚、私の言ってる年の差婚はやっぱり私が言ってるから男性の年の差婚、例えば55歳、私今55ですけど40歳の女性と結婚しても子供を産む可能性は残されてるんですよ、うん、だから私が言ってるからその年の差婚、男性年の差婚を主に言ってますけど、自分にかこつけてね、うん、自分の願望でね、ただ女性年の差婚もそれはね頑張って勇気を出して私でもできるんですから、女の人が言えばいいんですよ。まあ年の下の人でもねいいですけど、うん、私はなんでかっていうと、このまだ実の子ね、子供ができるんじゃないかってことで年の差婚になっちゃうんですけど、まあ中にはね女の人でも50超えても60でもね、まあ、70でも子供をね必要としないって言ったり、あとね男性でね子供だけいるみたいなね、まあ大体女性の方に子供が行ってしまう人が多いんですけどね、まあ共同親権っていうのをね一生懸命、うん、言ってる人もいますけどね、まあ、本当はね離婚がなくて生涯ねこうね性愛的には卒業しちゃったとしてもですね、まあ分かんないですけど友達のようなね兄弟のようなねそんな関係でもね、うん、性行為なしでもまあ60、70死ぬまでね、うん、じいさんばあさんって言ってね言える社会になってほしいですけどね、教育なんでしょうかね、それとも何なのか、うん、そういう面ではねはやぶさ2がねこうね竜宮でしたっけ、
持ち帰った砂からアミノ酸発見しちゃったりね、そういう時代なのに心理学は遅れてますよね、うん、人間科学なんてね言葉をこう作ってるとこもありますけどね、うん、早くそういったところがねもっと進歩してね、うん、そうすれば年の差婚だって増えていくと思うんですよね、うん、まあまあね、あのバックグラウンドが同じだからってことでね、あの年の近い人と結婚したいっていう人は多いんでしょうけどね、うん、ただ年の差婚だと、まあ、私なんかちょっとカルトっていうかコアっていうかちょっと変わったのタイプなのだと、変わったタイプって言われるとお前普通じゃんって言われちゃうんですけど、変わったタイプだとすると、まあね、あんまりランボルギーニカウンタックとかね、フェラーリとか、ああいうスーパーカーブームもあんまり乗らなかったし、あと、うちの前が川なのに釣りやりませんからね、一回しかやったことないと思うんですよね、うん、多分ね。まあ、スキーもゴルフもほぼ一回ですね、うん。だけど、そんなカルト的な私が、このユーチューバーはもう700回超えてんじゃないですかね。ナンバリングしてから500超えてますからね、うん、まあで、なんか今もあんのか分かんないですけど、まあウィキペディア見たら終わったとも書いてないんで、2004年頃から、だから2005年にやったのか、今から思えば、あの弁護士さんがね、5年以上勤め、あの弁護士さんやった人は1週間に一度裁判官になれる制度があるそうなんですね。それに、あ、だからあれか、時流に乗ってやったのか、うん、でもパートタイム裁判官って水谷豊さんのシリーズでは2回しかやらなかったんですね、2007年とね、うん、まあ徳島よし子さんだから55で結婚したばっかりですね、うん、だから女の人もね、だから私自身はだから男の人の、うん、やっぱりこの男ですから、自分でこう自分の境遇を語る小説じゃないですけど、西村健太さんは死んじゃいましたけどね、2月にね、うん、破天荒な、まあ、人ね、うん、石原慎太郎死んでから1週間か2週間で死んじゃったんですね。タクシーに乗ったら具合が悪くなっちゃったって、ね、急死でちょっと太っちゃってましたからね、ちょっと動脈硬化とかそういった生き方をした人ですかね、太く短いようなね、西村健太さんね、なんだっけな、芥川賞じゃない、なんとか列車だよね、だけど結局なんかこの三浦浩一さんね、東京キッドブラザーズでしたっけ、柴田恭兵さんとやってたんだっけ、ちょっと違うかもしれないですけど、あとね、あの子供の頃のね、染谷翔太さんが出てますからね、うん、まあ本当子供です、うん、その当時はね、2005年はね、染谷翔太さんね、うん、あとなんだ、あと小柳みゆきが出てます、小柳ゆきみっていう字になってね、漢字になっている、うん、あの悪い OL ですね、良い OL、 あの茨城県出身 の、 あの松井直美とね、あと良い OL 誰だっけ、ね、あのベテランの、うん、誰だっけ、あの人亡くなったんだっけ、亡くなってないんだっけ、あのなんかね、なんか細表のね、あと悪い OL もね、あの当時のなんかこう、まあいいやいいやね、小柳さんね、あと筒井真理子さんがね、出てました、ね、で最初ね、あの途中トリックがね、なんとなく分かったんですけどね、なんかカルシウムかなんか分かんないですけど、ちょっと庭に置いてるところから私ピンときましたけど、まあ、まさかね、でもあの私はね、不倫を疑っちゃったんですね、あのこういうあの不倫やるような男や女が結婚したい人を結婚できなくしてるっていうね、そういう、悪い男や女がいるから、不倫っていうのは悪いですからね、法律で罰せられてなくても悪いものは悪いですから、全部法律に書いてなきゃダメだっていう人間はバカですからね、でわざと言ってるんでしょうけど、そういう人間もいますから、あの法律ないからとか言う人間いますけど、わざとかもしれないですけど、あの、うん、わざとかもしれないですけど、本当にそう思ってたらバカですね、バカをバカって言うと怒りますからね、で私も怒りますから、バカって言われたら、
そうなのね。不倫じゃなくて、殺された旦那の DV、ドメスティックバイオレンス、染谷翔太をぶん殴るわけですね。蹴飛ばしたり、転がしたり。それで、隣のね、住民だったあの奥さんがね、そっちはね、三浦浩一とその奥さんの役の子供はね、事故かなんか死んでんですけど、一人息子で可愛がってたのに死んだのをこう何事だって怒っちゃって、で鍵開いてたんですよね。思い切ってこう入ってっちゃうんですね。で灰皿でこう殺しちゃって、それでこう残りのね4人、まあ染谷翔太の息子役の子はね、まあ半分分かって半分分かんないぐらいなのか分かんないですけど、でもねその遺体をねこう隠蔽するっていう。それで、周りのね、人たちが近所から苦情が来て、腐敗臭がすると、すごい嫌な匂いがすると、それで、民事調停にかけるわけですよ。でパートタイム裁判官となった床島よし子さんにね、これから、放送社会もね、法律の社会も弁護士裁判官検察官一体となってね、トータルで見るような社会がいいんじゃないかなとか言ったら、じゃあやってみるかみたいなね、弁護士の、奥さんが判事でね、裁判官でね、旦那三谷豊がね弁護士ですけど、パートタイム裁判官ということでね、やったらね、その事件に巻き込まれるわけですけど、離婚調停ではね、父親と母親、なぜかね母親の方が勝つことが多いんですけど、その水谷豊が前弁護士になったとこでは母親が負けちゃうのかな、なんだかね理由は忘れましたけど、で子供もね母親と一緒にいたいのにっていうことで、あ逆かな、ちょっとどっちか忘れましたけど、ほとんど説明になってませんよね。どっちかですから、そりゃそうだ、海外から頭かいつくです、申し訳ないです。昨日もタケルがね、なんかネット見たらちょっとまだ終わってから詳しく読もうと思うんですけど、天心に負けてファンの皆様に申し訳なかった、K-1の皆様に申し訳なかったって言われますけど、しょうがないですよね。あれもなんかね、2年前にやってたら分かんなかったとかね、3ラウンドが5ラウンドになってたら分かんなかったとかね、いろんなこう体重のこう兼ね合いで分かんなかったとかね、まあ相撲だってね、だって20回戦って0、20対0っていう例もあったとしても、15対15っていう例もあれば10対2っていう対戦成績もありますもんね。トーナメントとかね、そういう生涯一度の大一番になっちゃうとね、そういうことが起きちゃうんですけど、もしも2回3回やってたらっていうのはありますよね。だから、だからそれだけ背負うものが大きいし、逆にね、そういう有料でオンラインチケットなんていうの、 PPV か忘れちゃいましたけど、大悟だったらね、あのロック歌手の方ね、あの竹下総理のね、元総理のねお孫さんだったらね、 PPV をなんて言うんでしょうね、なんて言うでしょうね、 PPV、 PVP わかんないですけど、 PPV じゃないかもしれないけど、 PPV だとしたらフォーク、ピンク、バイオレットですかね、わかんないですね。非常に涼しい風が吹いてきましたね、まあ、そういうドラマでした。で最後はね、その裁判官で、結局そのね、あの早く掘りなさいっていうことで解決しちゃうんですけどね、水谷豊だからね。でも今度はそのそういうドメスティックバイオレンスが基本背景にありますから、悪いことしたけどそれも加味するために弁護士をやってみたかったな、な先生は北野広大なんだな、ジグザグ軌道オッパーっていうね話でしたけどね。で今日はですね、昨日4日分まとめましたんで、茨城新聞今日は1日分ですね。
なんかね、今日はあんまり性的な話題っていうとね、いろいろあれなんですけど、あ、そうだ、そう、かつ言うとね、あとね、ロッテ日本ハムで、日本ハムファンとして私、ね、にわか日本ハムファンとしてね、清宮幸太郎とか応援して始めましたけど、ビッグボスとかね、うん、そしてだけど、昨日のね、4対2で負けた試合の先発ロッテの方はね、三馬投手です、美しい馬と書いてね、茨城出身の投手です。で、柿木藤原対決、日ハムロッテやりましたけど、中日巨人でね、野手から投手に転向させるというね、根尾ですね、大阪桐蔭の4人のうちの3人出た中の1人で、もう1人はもう出てるのかわかんないですけど、ちょっととにかくね、ピッチャーで巨人の主砲ですね、岡本を三振に取ったとね、だそうです。ネオって名前がすごいですよね。ネによっぽですけど、ネオつうのはね、新しいとかね、未来のみたいな意味があるんでしょ。ね、だからすごいですよね。でもね、昨日だからそういうね、民放各社はそういう NHK なんかね、不倫は悪いのに、不倫なんか問題なんかやりませんからね、同性婚はやるのにね。だから NHK もね、嘘っぱちですから、あそこも。NHK 党ってよく、やっぱりそれだけこの少数派ながらもね、政党として認められたところまで行くっていうのは、まあ、その後なんかふざけてばかりでちょっと人気が落ちてんでしょうけど、 NHK 自身がだって不倫っていうのは悪いんで、不倫した人間を叩くために、侮辱罪で私が捕まるためにですね、 NHK が報道すべきでしょ、不倫したのは。人間は、うん、だってね、まあ、不倫はしてないかもしれないですけど、まあ、漫画家と結婚したらしい、断蜜をね、Eテレっていう教育テレビで使っちゃうくらいですから。で、何ですかね、以前びっくりしたのはね、東京一郎でしたっけ、4チャンネルのね、美濃さんがやってた、今違う人がやってるのは誰だっけな、忘れましたけど、なんか、なんだっけな、カミングアウトのね、なんだっけ、京一郎さんって言ったらね、なんだっけ、名前忘れてた、サオリーじゃなくてカオルーじゃなくてね、なんかいましたよね。その女優がね、ベッドシーンやってるんですよ、3チャンネルで、 Eテレで。これ NHK はダメだと思いますね。で、なんですか、キムタクと仲居、あれを除いた3人、悪い子集まれですよ、うん、悪い子集まれって言ったらね、ぶん殴れですか。うん、で、今日はなんか亀梨和也が愛する漫画って、ハートカクテルって、これ酒のドラマでしょ、これね、カクテルですもん、みんな3チャンネルですから、すごいですよこれ、すごいですよこれ、NHK E テレの7時20分、これテレビ東京よりすごいですよ。オハって何なんですか、これオハですよ、これカタカナでオハで、30分からミーつけたですよ、で、エクスクラス、少々マーク、びっくりマーク、エクスクラメーション、クラクションで、茨城県でなんかだからなんかその裏の世界とね、なんだかかんだかで分かんないですけど、それで那須川天心の名の字も出てません。芦田愛菜ちゃん成人の抱負ってね、それでときめいちゃいますこれね、おっさんでもね、芦田愛菜サプライズって、芦田愛菜ばっかりですね、うん、なんですかね、うん、能登地方、昨日震度6弱ってね、うん、地震が、茨城じゃちょっと分からなかったですけどね、うん、なんかね、那須川天心の名の字もないですよね、ラジオテレビバンバンバンって言うんですね、うん、珍しいです、一つもないですよこれ、NHK、E テレにもないですよ。うん、芦田愛菜、3つ出てきました、これ。芦田愛菜のマル秘高校生活って、マル秘ですよ、これ。どうしてくれるんですか。
うん、どうもしない。でホンダマリンも出ちゃったんですね。青春ホンダマリンってモユ、さっき天使の三姉妹マルヒ、なんで青春で天使の三姉妹にマルヒなんですか。これ思春期ってね、まあ日テレらしいですよね。まあ芦田愛菜を、なんで那須川天心が一つも出てこない、一つも那須川天心がなくて、芦田愛菜が今ちょっと見ただけです、3箇所にありますよ。4箇所目を見つけようと思うんですけど、いいや。だからね、不公平なんです。でそんでなんだか常陸太田市でね、茨城県の北の方でなんか神奈川の男がね、33歳の男が容疑者ですけど、東京都文京区の女性ですから、なんで茨城県にね、わざわざこの魅力がない茨城県だと思って大丈夫だと思ったんでしょうか。別荘がある、33歳で別荘ですよ、ふざけた人間です。それがね、方向不明になってた女が見つかった、山林で遺体で見つかった、上半身の一部が腐敗していたね。パートタイム弁護士の話に似てきちゃいますけど、で 複数の若い女性が数年前からその別荘に出入りしてたっていうんですから、だからそういうね、透け込まし野郎ですか、あと枕営業女、パパ活女ね、そんなのがいっぱいうじゃうじゃいるから、日本的には。真面目な結婚したいのに結婚できない男や女が結婚しそびれちゃって孤独死しちゃうんですよ。またはね、そういう老人ホームとかね、集団で同性愛者でもないのにね、シェアハウスしちゃうようなね、ことが起きちゃうんですね。ね、学校とかね、シェアとかね、なんとかハウスとかね、うん、フジテレビでね、自殺者を出してしまったのもシェアでしょ、あれね。うん、老人ホームになれるためにね。でも一人が好きな人は本当苦しいですよ。でも仲間が好きな人はね、同性の仲間が特に好きな人、まあ老人になるとね、男女ね、最後はね、なんだか分かんなくなってね、ジェンダー平等になりますから、どんな道を行ってもこう道はいくらでもありますから。そんなのにこう登る前からジェンダー平等にしようとしてますけどね。こんなこと言う人いないでしょ。侮辱罪で捕まっちゃいますもんだ、うん、あとね、ちょっとそれ男女問題と違うんですけど、企業の問題と非常に似てますから。企業を裏切る人は男女も裏切るとね、枕営業です、うん、これ見てください。これプルトニウムをフランスに途上するっていうんですよ。これ福井県のからプルトニウムができた。茨城県で赤いプルトニウムっていうのがいましたけど、やっぱり原発問題が大きくなって赤プルっていう名前にしました。結婚しちゃってね、出なくなっちゃいましたけど、うん、なんだけど、なんか決め台詞があってね、てめえらうんじゃかじゃ、うんだけどなとか言ってね、うん、今茨城の笑いではね、雷っていうグループがね、なんかこう突っ走っちゃってますけどね、ああ落ちたら危ないですよね、ああどっちもね。でこの書いてあるんですね、にこれはね、茨城新聞すごいこう書いてくれてるんですよ、このね。でフランスからプルトニウムをフランスに持ってくるんでしょこれね。まあ飛行機か船かでしょうけどね、まあ人力車じゃ持っていけないでしょうからね、ああまあ浮き輪でも持っていけないでしょうからね、ご用意でね、ドーバー海峡横断というわけにいかないでしょうからね、うん、まあね、ヨットつったってね、この前の83歳ですか、太平洋一人ぼっちの、ね